2つ。ここに集合して、今、店員さんと行きますので、皆さん、どうぞ、お二人からは、勝手に行って、勝手に参加してください。僕らももちろん行きますけれども、勝手に参加してますので、よろしくお願いいたします。なので、デモという形で言えば、来週、再来週になりますので、よろしくお願いします。また同じ時間に、同じコースを。はい、回りたいと思います。21日になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ここにいる、リュック背負ってる人と、今喋ってる僕が、チラシを持っております。このあ、すいません、僕がチラシを持ってます。ちょっとなんか調子が悪くて、中継が途切れ途切れになってしまっているようなんですが、すみません。今日の参加者は100名ちょうどでした。東北電力前でも100名ちょうどだったので、ほぼ実数だと思います。来週は盛岡でお祭りの日にぶつかりますので来週のデモはありませんが、ここでちょっとこうね集まってちょっとお散歩程度のことはやろうかという話が出ています。実行委員会的なものをやろうかと思っておりますので、ぜひ来れる方はですね、その誰にでも参加できますので、その実行委員会の方に来ていただいて、あれやこれやという意見を言っていただければなと思います。日程と場所はまた詳しく、僕らの方に聞いていただければ、お伝えすることができますので、参加したいという方は来週の土曜日15日ですね、ブログやフェイスブックを見ていただいても構いませんし、直接聞いていただいても構いません。そういうふうな実行委員会的なのをオープンな形でしたいと思っておりますので、どうぞ興味ある方はぜひぜひご参加ください。はい、あとカンパも引き続き募集しておりますので、カンパいただける方はカンパください。はい、それでは今週はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうもどうぞ、チラシ欲しい方はどうぞ言ってください。なんかね、途中でちょっと切れちゃったりしてたみたいで、今入ってます。岩手県庁前です。毎回窓のとこからご覧になっている方がパラパラといらっしゃるんですけども、心の中で応援してくださっている方がいると嬉しいですね。なんか参加していただけたら嬉しいです。今日はちょっとネットワークが不安定だったときと、多分このスマホのせいかもしれないですが、時々こう録画が途切れてしまうことがあって、ちゃんと映ってるかどうか心配なんですが、今日の参加はちょうど100名だった模様です。来週は盛岡でお祭りがありますので、ここコースはちょうど出汁が出る時間なので、来週のデモは、ありません。ただ、有志の方で、同じ時間帯にこの内丸緑地公園に集まれる方で、ちょっとお散歩のようにしてぶらぶら歩こうかという話は出ていますので、集合できる方、ご都合のいい方、ぜひお越しください。
あ、ではまた発起人の方にちょっと一言伺って終わりにしようかと思います。そうですね、今日何回目です、7回目、7回目ぐらいですよね、まあちょっと夏バテでしょう、大丈夫です、またこれから涼しくなってきて元気になると思いますんで、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。はい、ではでは、お疲れ様でした。ではあの今日の9月7日の脱原発盛岡金曜でもこの辺で中継を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。